皆さん、アメリカ車ってどんなイメージをお持ちですか？ゆったりとしたシートに豪華な内装、排気量な大きなエンジンでボディサイズもビッグだからちょっと燃費も悪いかななんていう印象をお持ちのあなた、ちょっと時代遅れかもしれません。そこで今のアメリカ車を知ってもらおう、感じてもらおうと企画されたのがアメリカンモーターフェア2015、1月の24日と25日の土日、横浜美術館の前で開催されます。キャデラック、シボレー、フォード、クライスラー、ジープといったおなじみのブランドに加え、電気自動車のテスラ、オフロードビークルのポラリスも登場。ハーレー・ダビッドソン、インディアン・モーターサイクル、ビクトリーといったアメリカンバイクの2015年モデルも勢ぞろいします。もう一つの目玉がアメリカ車の同乗市場です。私たちモータージャーナリストが運転して、その車の魅力や特徴をお話しながら横浜みなとみらい地区をドライブします。じゃあ行ってきます。こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭と申します。よろしくお願いします。じゃあ出発しますね。普段は何乗られてるんですか？なるほど、アメリカ車って興味ありますってか、まあ、興味あるからねこちら今日いらしていただいたのかなと思うんですけど、ジープチェロキーね、この車なんですけれども、チェロキーはどういうイメージでした？やっぱりね、そうですよね。でもどうですか、今これオンロードなんですけど、すごくこう快適というか、こう変なガタガタ感とかあんまりないですよね。うん、そう、実はかなりガラリと変わったんですよ、今回のチェロキー。デザインも相当変わったじゃないですか。で、今日今ね乗っていただいてるのは、上級モデルのリミテッドっていうやつで、私あの試乗会でオフロードとかも走ってるんですけどね、こんなドロドロのとこまで行けちゃうのかっていうぐらい、やっぱり走りはすごいですよね。で、そういったこうちゃんとした本物の実力を持ちながら、こういったこう街中も快適に走らせてくれるっていうのがね、やっぱこうクライスラーが長々と培ってきた伝統がこういうところに築いてるんだと思いますよ。1930年式の A 型フォードなど懐かしいクラシックカーの展示もあります。今のアメリカ車と見比べるのも面白いですよ。さらにデルタ航空アメリカ直行便のビジネスクラス往復航空券がペアで一組に当たるアンケート検証や、アメリカンフードを提供するアメリカ車のキッチンカーなど、まさにアメリカ尽くしの2日間。アメリカンモーターフェア2015の会場となる横浜美術館では、開館25周年記念展としてアメリカ人作家ホイスラー展を開催中です。アメリカンモーター、そしてアメリカ文化の素晴らしさを体感できるイベント、ぜひ遊びに来てくださいね。